真澄鏡は、諏訪大社上社の神宝の一つ。氏尾玉殿宝物伝伝承では、諏訪神社の神宝は祭神である、諏訪明神が携えたものとされている。古くは、他の神宝とともに、神社前宮境内にある氏尾玉殿に納められていた。諏訪明神の生ける神体とされた、神社の大法理はかつて、毎年2回、真澄鏡の前に八栄鈴を鳴らし天下太平の祈願をした。鏡は曇ったことがなく、諏訪氏の詩人のみを映すと言われている。鏡は、現在、大寺の神宝として神社本宮の宝殿に安置されているため、拝見することはできない。宝治3年に書かれたと言われている、諏訪神十会場に見られる、諏訪明神の降臨の神話と、ニニギノ村やニギハヤヒ命の天下り神話との類似点が指摘されている。神社大法理が生き神とされたのも天皇を原人神とする思想と似ている。鏡、鈴、獏を持参して降臨したと言われる諏訪明神の姿が古墳時代末期に横穴石室古墳文化と貝馬技術を諏訪地域に持ってきた勢力の姿と重なるという見解があるが、現存する神社の神宝のほとんどが奈良、平安時代のものである。また、神十会場の内容や形式に不可解な点が多く、宝治年間のものではなく後世の戯作とする見解もある。宮坂醸造の日本酒、真澄の銘柄は、真澄鏡に由来する。ありがとうございます。